に決まって受け立たないと、なんか間行っちゃうじゃないですか。でそこに目がけて座ってた。そこで急いでる、そこに合わせるために急いでる体がもったいない。そこが逆に演技としては切れちゃってる。合わせるための動きになってるから、だから本当は本当はその動き出しをもっと前倒した、立ち上がり始める、はい、本当は寂しいに決まって立つになってるから、空気が続き切れちゃうけど、本当は立ち上がり始めて、本当は寂しいに決まってやっぱり、はい、落ち着いてセリフが入れる、はい、落ち着いて立ち上がる。性格は明るくてすごい堂々として明るい中にもすごい優しく包まれてる、そんな性格だから、前をもらった時は前例とかがバラバラだった時ちょっと戸惑った時に読んでいったりとか稽古していく時に全部が合わさって一番感動するのがいいかなと思います。みんなを教えてくれる先生とも話したの、何を気をつけるのか、どうして静かですか、音がすると誰が困る、そうだね、すっごい一生懸命やってる人が困る、そうすると見てるお客さんも困る。トーマ、自分のさ一生懸命バーンって思い切ってやってるのさ、面白く見てほしいでしょ。それと一緒。あの後は最後までよく頑張りました。うん、一番最後のあの中ミカが入ってくるあたりさ、一番お姉さんたちがやるっていうあそこは結構やっぱりすごい大変なんで、一回一回ね。あそこは頑張ったり。Thank you.
今日やってて2日連続で通すと思うんですけど、昨日やってからある程度その感覚っていうものは残ってると思うんですけど、それが慣れにならないように、この1時間半がただの段取りにならないように、また昨日よりレベルアップを目指して全員で頑張りましょう。はい、じゃあいつものでお願いします。はい、